ダッシュで行こうぜ、どうも、武田でございます。本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになりまし、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになりまして、マックスフライ VS ソニックスプリントエリート2の勝負を開催し、その結果を皆様にお届けすることができます。はい、ということで、この企画ずっとやりたかったんですけれども、セガサキで練習した動画が多分昨日に上がっていると思うんですけれども、その日に、マックスフライとソニックスプリント、この二つを計測させていただきました。これからも多分動画にちょいちょい出てくるかなっていうところなんですけれども、藤田さんという天才ハッカー、天才プログラマーいらっしゃるんですけれども、会社を立ち上げ、選手のスピードであったり、ピッチ、ストライドなどを簡易的にポンって出すアプリを開発されまして、試しというところもありまして、この時期にもう出てるか出てないかちょっとわかんないんですけれども、その詳しい内容はちょっと概要欄に載ってると思います。何もなかったらまだ出てないです。これがまた出たら皆さんに追ってお届けしようかなと思います。まあそのアプリを活用して今回ソニックスプリント2とマックスフライを計測するという形になってるんですけども、なぜそんなことをしたのかっていうと、話は去年に遡るんですが、去年ですね、8月中旬あたりにソニックスプリントエリート2を履いてマイナス2ぐらいで11秒1で走ったレースが1本あります。10秒出すって言って頑張ってた企画の時ですね。とても手応えがあって、もう10秒すぐ出るなとか、もうむしろ出てたなっていう条件次第ではっていうところではあったんですけれども、まあそれで走ったソニックスプリントエリート2と、まあその後ね、いろんな企画でも出てきましたが、ちょっとマックスフライでタイムトライアルしたところ、今までにないタイムが出たということで、ソニックスプリントエリート2ではなく 100m 最後の本番もこちらのマックスフライを使用したところ10秒7が出たということで、悔しいですけど、マックスフライの恩恵も明らかに受けてるんじゃないかというところであります。いつかこの2人でどれぐらいスピードレベルとかピッチとかストライドっていうのがどれだけ違うのかなっていうのを調べたいなとか、単純に比べてみたいなっていうところがあったところ、藤田さんとの出会いで計測することができました。ということで、先にソニックスプリントエリート2の方から皆様にご覧いただきたいと思います。どうぞ。ダッシュで行こうぜ。はい、ということで早速見ていきたいんですけれども、どうやって測るのっていうのは、こうやって携帯置きます。まあカメラですね、定点でこうしっかりポンって置いて、例えば 10m から 20m 測りたかったら、その 10m から 20m 区間しっかり横から入るところで撮影する。そしてその撮影した映像をアプリ上で送るとその数字が出るという仕組みなんですけれども、めちゃくちゃ簡単なんですよね。僕でもわかるし、今回10分ぐらいで AI が出した数字が戻ってくるっていうなんですけれども、ソニックスプリントエリート2、ちょっとこれはまずタイムからなんですけど、まあこれは僕のハンドで計測したので全然 AI とかなんでもないんですけれども、まあタイムが6秒75ぐらい、タッチダウンで6秒7ぐらいなので11秒12ぐらいかなっていう走力でございます。早速出していきたいんですけれども、こちらポン、まず平均ピッチが 4.70、 ストライドも 1.81、 180cm ってことですよね。ピッチかけるストライドということで、平均速度が 8.50、 8.5 進んでるよっていう数字になります。次がですね、40から50、まあそこの区間が、ピッチが、4.62、 やっぱり加速ついてきて、ちょっとこうストライドが出てくる局面なので、ピッチはちょっと落ちてきますよね。ストライドが 2.05、 ストライドも 10m から 20m の時は180だったけど 2m 以上出てると。平均速度が 9.48、1秒間に 9m48cm 進みますよという計算になります。まあソニックスプリントエリート2はスピードが 9.48m まで出たというところなんですけれども、ちょっと皆さんこの 9.48 という数字を覚えててください。それではマックスフライどうぞ。はい、ということでマックスフライなんですけれども、タッチダウンで6秒6ぐらい、まあ、0.1 秒ぐらい上がりましたね。 10m から 20m の区間がピッチ 4.78 なんですよ。ストライドも 1.77。 ここからが面白くて、 40m から 50m 区間、こちらドン、平均ピッチが 4.66、 ピッチも上がってます。プラスストライドも 2.11。 正直これ走っててオーバーストライドになっちゃったなっていう感覚あるんですよね。当日正直マックスフライの恩恵をそこまでなんかこう受けて走れてないなと思いながら走ってました。まあなんですけれども、もうここで出てる数字 9.84、 もうめちゃくちゃ上がってます。
9.48 と 9.84 って10メートル間に40センチ差がつくということはですよ、単純計算で、ね、10回ついた場合4メートルの差が出るんですよ。単純計算で、ね、やばくないですか、こんなに近かったんですよ。悔しい。これはもうマックスフライの恩恵は確実に受けてるっていうことが言えることが一つまずなんですけど、やっぱり体が正直計測向きの体じゃなかったので、これもう一回改めてしたいなというところであります。今回はこんぐらいの触りで終わりにしようかなと思います。風の条件とかさ、体の状態っていうのは結構大事な部分じゃないですか、速いタイムを出す上では。そこが微妙な感じだったので、もうちょっとクリーンな状態で比較をしっかりやりたいなと。藤田さんと当時も現場にいた草野先生、皆さんの意見を取り入れながらもっと深掘りしていきたいなっていう感じではあります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。